こんにちは、R です。スプラトゥーン和長さんの団長 R でございます。さあ今日もですね、元気にネタを調べていきましょう。今日のネタはなんだろうね、なんだろうというネタですよ。こちらです。じゃじゃん、千尋森田さん、このネタ発見しました。ハイカラスクエアで日に当たっている時にイカになったり人になって、またイカになってなったてを繰り返したら、かっこ煽ってをすると、ボーイかっこガールのお尻が見えます。いつも見てます、頑張ってください。言い忘れました、入団希望です。長文失礼しました、ということですね。ありがとうございます。いつも見てくださってるんですね。ガールのイカ、お尻が見えるっていうことですね。なるほど。まあ調査依頼があったので調査していきましょうか。広場でできそうなんでね、やっていきましょう。よし、行くぜ。広場、ぴょん。はい、広場にやってきました。日に当たってるところで、まあタコだけど、こういうこと？ああ、そういうことか。なるほどなるほど。試し打ち場だとインクのタンクを背負ってるんで、はい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 、ね、タコとかイカとかになって戻るときに、まあインクまみれの状態の感じでっていうところですね。え、日に当たるところじゃないとダメなのかな。暗いところ、暗い、あー、見えづらいってことか。はいはいはい、なるほどなるほどよく見つけますねこれね。タコになって、あー、そういうこと？はい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 、なるほどなるほど。タコとイカ、じゃねえや、人とタコの間の状態のね、時にちょっとお尻っぽい感じで見えますよっていうような感じですね。タコの目玉が、によ。今日なんかめっちゃ日が当たっとんな。こんな、いつも日当たっとるっけあれ？あー、来た来た。なんかこう影がね。何？この影なんだ？わかんないけれども。っていう感じの小ネタですね。なるほど。今回タコちゃん、イカちゃんでもやってみましょうか。はい、イカちゃんになってきましたよ。一言言っておきますが、依頼が来たからやってるんですからね。そこを勘違いなされないようにお願いします。依頼がなかったらやらないよ。間違えた。ふふ。ぴょん。これも、イカちゃんでもこう、お尻っぽい感じのが見えますね。イカちゃん、たまにはイカちゃんでやってもいいかもな。依頼があるからね。っていう感じですかね。なるほど、なるほど。ぜひ皆さんもやってみてください。だいたいこういうネタがあるとね、ボーイはやらないんですかっていうのが来るんですよ。ボーイ。ボーイもやるか。はい、ボーイでーす。そういえば、ボーイになったことってないかもしれんな。まあ、ボーイは、また間違えた。はい、ボーイも見えます。終わりでーす。ボーイのお尻になってみてもしょうがないでしょう。っていう感じなんですけど、確かにな、俺、ボーイになってないな。なんか新鮮。にゃるほどにゃるほど。ちょっとボーイで一回縄張りでも入ってみようかな。やってみよう。はい、マッチングいたしました。ちょっとね、ボーイ、まあギアの性能とか変わらないんですけどね、見た目が違うんで、ちょっと新鮮な形でできるんじゃないでしょうか。 R っていうボーイ
なるほど。なんかどうなんじゃろう。変わらんけど気持ちは新鮮な感じになるかな。縄張りか。なかなか縄張りもやることが少なくなってきたんだね。なるほど。あそこに一人いるな。縄張り塗ったもん勝ちってことですもんね。やばやべえくっそジャンプしてくられた。ボーイだぞ。ボーイのローラーだぞ。やっぱガールの方が可愛いな。こういうとこまで塗っておかないとね。敵が見えない。シールドで挟まれた。一旦帰りましょうか。これ多分狙われてるんでね。どこだどこだ。あん俺まだ一匹も倒してないんじゃない。ボーイになってからやばいやばい。ナイス。ボーイになって初めての獲物はどいつだ。あいつか。いねえのか。で、ほら、ああ、ダメだった縦振りが間に合わなかった。ガロンか。ごめんねー。ちょっとこっちのチームの人、申し訳ない。まだ、塗ってもないし、倒してもないし、見られてるし、ぴょん。なんだ ?9 番ラッシュを俺のために使ってくれてんのか。じゃあねー。OK、あそこで9番ラッシュを使わせたのは、まあまあ。あ、そこやるだろう。で、こっから本気ですよね。こうして、置いて、で、あー、ガロンかー。アオイちゃーん。アオイちゃんも、ボーイだね。ボーイ&ゴーグルじゃん。一緒一緒。ボーイ&ゴーグルやろうか。どういった?やばくね、これ。チャージャーやりたい。なあ、くそーインクねえし。あららららら。あーはははガールに戻そう。うん。いや、新鮮な感じだったわ。ほとんど潜っとったけどね。全員に切る。さすが。はい、戻ってきました。まだボーイですね。今回、お尻が見えますよっていうネタだったんですけれども、タコちゃんでもイカちゃんでも、ガールでもボーイでも、広場の日の当たるところでやると、ちょっとお尻の形が見えますよっていうネタでございました。ちなみにここでやると、ほらね、後ろにインクのタンクがあるんで、ま、ちょっと見えるかなっていう感じですね。なんで広場でやった方がわかりやすいと思います。ボーイのお尻にはあんまり興味がないです。でね、ちょっと一回、ボーイ使うのが初めてだったんですけど、縄張りをやってみて見事に惨敗という感じでしたね。またガールちゃんに戻りしましょうね。タコちゃんにね。というわけで見ていただいてありがとうございます。スプラトゥーンは社長サダンでは今回のような小ネタも募集をしております。ぜひコメント欄でよろしくお願いします。では今回はこちらで終わりますね。ぜひチャンネル登録、コメント、高評価などいただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。じゃねー。バイバーイ。ボーイ。